1987年の MLB ドラフト全体1位指名のケングリフィージュニアは2016年に全体1位指名選手で初めてアメリカ野球伝道入りを果たした。MLB ドラフト全体1位指名選手とはメジャーリーグベースボールのドラフト会議において会議の最初で名前が読み上げられる選手を指す。会議はネットなどで中継され、 読み上げられた選手は報道などにより一躍有名になり、将来のスーパースターとして期待される。MLB ドラフト会議は、ルール4ドラフトとも呼ばれ、高校、大学、独立リーグなどのアマチュア野球選手を対象にした、MLB の新人選手選択会議である。ドラフト指名順位は、前年のチーム成績によって決まる。 最も成績の悪いチームが最初に指名できる。前年のシーズン終了後にフリーエージェントで選手が移籍した場合、保証としてドラフト指名権が譲渡される場合がある。なお、MLB は NFL や NBA と異なり、ドラフト指名選手のトレードは認められていない。日本野球機構のドラフト会議では完全、ウェーバー方式ではないため、 全体一位指名選手は発生し得ない。初の全体一位指名選手は、1965年に、カンザスシティアスレチックスから指名された、リックマンデーである。当時としては破格の10万4千ドルの契約金で、入団し、MLB 通算1619安打、241本塁打の成績を残した。シカゴカブス在籍時代の1976年には、 ドジャースタジアムのグラウンド内に乱入し、正常期を燃やそうとした二人のファンからその正常期を奪い取ったことで国民的英雄になった。1971年の高校3年時に保守でシカゴホワイトソックスから全体1位指名を受けたダニー・グッドウィンは契約条件が悪いためにプロ入りを拒否した。その4年後の1975年の大学4年時に今度は カリフォルニア・エンゼルスから指名されて、プロ入り。スカウトたちから、ジョニー・ベンチの再来と高く評価されていた。ところが、MLB では主に指名打者として、通算で252試合に出場したのみで、保守としては、出場機会が全くなかった。150安打、13本塁打、オプス、678と、全くの期待外れに終わった。現役最終年には、 日本の南海ホークスでプレーしている。1973年にテキサスレンジャーズから全体一位指名を受けたデビット・クライドは地元テキサス州の高校時代に大旋風を巻き起こした。高校3年の時は防御率0.1818勝0敗148回を投げて328奪三振という驚異的な成績を残した。 1973年6月27日に18歳の左腕がいきなり先発投手で MLB デビュー。1972年にチームが首都ワシントン DC から本拠地を移転させて以来初めてチケットが完売。デビュー戦は5回1安打に抑える高騰で勝利投手になった。しかしその後は肩の故障に悩まされて MLB2 算18勝33敗という成績しか残せずユニフォームを脱いだ。2020年までに行われた過去56度のドラフトでは30チームのうち22チームは全身球団時代を含めて少なくとも1回は全体1位指名を行っている。1980年全体1位のダリル・ストロベリー1990年。 全体1位のチッパー・ジョーンズ1993年、全体1位のアレックス・ロドリゲス2001年全体1位の、ジョー・マウアー2010年全体1位のブライス・ハーパー。ありがとうございます。